私がずっと取って飼ってた犬ですね。2003年生まれ、2004年から私のところに来て13年一緒に生活して、まあ3年前に死んでしまったという犬ですけど、で私はだから彼をアメリカにも連れてってずっと一緒にいて要所要所で撮影してたんですけど、まあなぜかその姿と金太郎の面構えを見て彫刻に作品に作ってみたいんだけどっていう申し出てくれて、どうぞって言ったら、じゃあ写真も飾って一緒にできませんかっていう話で、この企画案を、この展覧会の企画そのものを考えたのがこの江差さんになります。はい、やっぱこの目に惚れたっていうかね、やっぱりあのコピーで今回入れた、もう全部お見通しだよ、俺は分かってんだからねお前たちのことっていうような表情をよくする犬でした。身にやましい人間が見ると余計に響く、うん、やましくない人はきっと響かないどうですかこれはね、あの日頃私が作っている大中小のいわゆる型取りの彫刻に色をつけて、まあ、犬とか、まあ、主に猫なんですけれども普段ねしている作品です。まあ、これはだからかなりアレンジがね入っていて、こう漫画っぽくなってる、その金ちゃんを生き写しっていう感じではない、うんうん、まあ、あの猫の彫刻家としてはもう多分第一人者で、もう全国各地で展覧会をして、まあ、顔でかくんっていうんですけど、そうであって、で今少し前、なんて前から犬にも犬にも手を出して。いやでもやっぱりちっちゃいのばっかり作って販売してると、その自分の根っこにあるね、その造形の楽しみとか、なんかこう作っていくことで悩んだりしながら何かがこう生まれていくものとかが、こう直ざりにはならないんだけど出したくなるんですよ。で今回はお願いして金ちゃんモチーフにいただいたというわけで、最初はただその実践的にこうそっくりに作ろうっていう素直なねアプローチでもちろん作ってたんですけど、だんだんそれがこういろんなことがこう加わってきて、最終的にはこういう形になったっていうか、そしたらやっぱり再生とか復活とか、なんかそういう言葉が浮かんできて、でそうするとやっぱりあの臼井さんがやっているあの写真のね、あの福島のこととかがやっぱりこう私の中にやっぱりそういうものを入れようとした気持ちがあるんだなっていうのがはっきりしてきて、最初からほらそういう予定調和でものを作ろうとしないようにしているので、そのだから私も金太郎を作りたいって言われた時に資料に写真を渡したり、金太郎の息子である一番っていう実物を見せたりはしたんですけども、やっぱりその多分江差さんのとっての金太郎が出来上がってくると思ってたんですよ。だから私の金太郎でもなく金太郎自身でもなく、でそれはアーティストである江差さんが彫刻家としてちゃんと作っていくっていうことだから、それはもうあの任せて出てくるものを楽しみにする、まあ時々聞かれればこうじゃないっていうのは2回ぐらい話しましたけど、耳がもっと長いよとかねとか、いやこれは直してあるんです。だからあの元は耳もっとちっちゃくて臼井さんの顔にそっくりだったんだけど元はこれなんですよ、うん、耳短い、耳ちっちゃいとね人っぽく見えるんですよ、うん、でこれはちょっと金太郎にした耳に近いですねみたいな話をしてて、でやっぱりあのこういうのが出来上がってきて、こういう設置になると、その金太郎っていうのはバセンジーっていう犬種なんですけど、バセンジーっていうのは実はエジプトのファラオの王が140センチぐらいしかない遊牧民のピグミー族に譲渡した犬っていう物語があって、あのエジプシャンドッグって言い方もされるんですよ。コンゴテリアとコンゴの犬なんだけども、ピグミー族が北アフリカを遊牧してた後、あの中央アフリカで定住する。でエジプトのファラオのこう王冠がこの下にあるんじゃないかとか、あのクレオパトラがひょっとしたら
眠っててその上にこうすごいね、スケールがでかくなった、なんかそういうそのものをこの台座の下にこのあれはこのギャラリーの床の下に想像していくと、一つのこう福島第一原発の石棺をされるかもしれないけど、そのまあ、そういう、そうね、石棺という言葉自体がもうなんかね、一つのお墓の上の守り神とか、うん、何か下にそういうやばいものがあるいは特殊なものがあるところにこう置かれてきてた、まあ、土偶とか埴輪もありますけど、そういうのを現代的にちょっと象徴しているような設置展示インスタレーションにも私は見えているっていう、まあ、見る人 の, ある程度こう自由度に任されているので、特にそういうふうに見てねっていうふうには思ってないんですけど、私もでも、まあ、亡くなった犬を再現するっていうことだから、まあ、そういうことですよね。そういうとこ部分っていうのはやっぱ出てくるし、私はやっぱりこう命が生まれて死ぬっていうこの循環的なものに非常に興味があるので、やっぱり命は大事だと思っているので、まあ、そこら辺が知らないうちにこう出てくれば、まあ、自分で納得できるっていうか、ただこうそっくりに作ってうまくできたなっていうところじゃない何かがやっぱり、言いたいっていうか現れてくれれば嬉しい、にゃっていう、にゃって言っちゃいけないんだ今回、ワンって言わないと金太郎は、うん、その生い立ちのこともあるし、いろんな経緯のこともあるんだけども、うん、人間を基本的に信用していない犬だったんです、うん、だからこう遠目で突き放してお前ら何やってんだよ、お前だ俺のことを捨てる気なんじゃないか、お前俺のことちゃんと面倒見んのかよみたいな、常に見てる、こっちは常に見張られてる、そういう意味だ。それはだからそう思っちゃう臼井さんがいるってことですね。そうですよ、そうですよ、勝手にこっちが思ってるんです、うん、だからなんか作品とか見るのってさ、うん、人それぞれ見方が違うんですよ、うん、やっぱその人の思いが投影される見方をするっていうのがこの美術だよね、うんうん、そうですね、うん、やっぱりその幅を広くできれば作りたいなとは思っている。向こうで私はコメントで書いてるんですけど、自分が犬の写真っていうかその動物の写真とかを撮るときに、岸田流星っていう画家が自分の娘の麗子像をいっぱい描いてるんですよ。その麗子像を描くとき、流星は麗子を描くんじゃなくて自分の内心っていうか自分の情を麗子の像の上にこう描き上げていくみたいなのがあって、あれがやっぱり本当の絵画だったり芸術の表現だったりする根底の部分のような印象があって、やさしさんが作ってる猫もそういうふうに見えてたんですよね。だから金太郎の像もまさにそれで、いやそんなにね、信仰が深く昔からあるわけじゃないから、私の作品をどう見てくれてるのかっていうのは実はそんなに話したこともないし、でもこの際こう展示をやってしまえばお互いになんか面白いことが分かるんじゃないかなと思って、かなり理解してきたかな理解したというふうにお互いに誤解しているっていう、そう、まあ、人間なんて言葉を操るから、うん、誤解によって成り立ってるからね、そうですね、動物はどうなんだろう、喋らない分誤解は少ないのかもしれない、これはコロナで、うん、去年2月ぐらいからコロナが始まるじゃないですか、うん、はいはい、去年の C5 って非常事態宣言になったじゃないですか、うん、その時の4月の26日の東京の銀座のお昼です。空っぽで何もなくて、本当だね、で今年の非常事態宣言の時は、まあ、ちっちゃいんだけど、もう人が出ていっぱいで、まあ、その非常事態2年間の様子をこう、うん、昼夜で、あと、うん、こう少しずつ今年になってきて、もう今年はいっぱい出てるんですけど、でこれは夜はこの荷物持ってる後ろ姿の人はホームレスの人で、もうみんなね、レストランとか、ご飯食べるとこ出してくれるとこ閉まっちゃってたじゃないですか、ホームレスの人のご飯が
どうなってんのかなと思って夜見に行ったんですよ、まあ、知り合いがいるとおかしいけど昔からいるの知ってたので、そしたらちょうど一人いて、上でやってるお店からあのまかないご飯をもらって、このこれスーパーの袋に入ってるのそうなんだけど、それで、そうそう、だから町が止まっちゃうとこういう人たちは食べ物なくなっちゃうんですよね。でどうしてるかなと思ったら、ちょっと小雨混じりの日だったんだけど、もらって帰っていくとこで、昼間はね、なんか配ってくださる、そうそうそう、でもね、みんなね、聞いたらどうしてんの、銀座のホームレスどうしてんのかなと思って聞いたら、その炊き出しが出るところを渡り歩いて、ちゃんと、うん、元気にしてました。でもね、大体ね、くださる方もいらっしゃるからね。これはオリンピックの開会の日の昼間となんですけど、ブルーインパルスが飛ぶのを見てる人がここにいっぱいいて、そうなんですか。でこういうご行事があるからってホームレスの人は荷物まとめさせて、こう邪魔にならないようにこういうその持ってて、裏でその日の夜はこう開会式は誰も中入んなかったけど、外にはこういっぱいいたりとか、反対する人たちもこの下に人がいっぱいいるんですけど、あの都庁の前にオリンピックに反対する人たちが集まっている。いろいろだね。でもこれはね、これはこっちの、僕はこの子で、これはこっちで、その金太郎の奥さんと息子ですね。で隣は、まあ、蜘蛛の巣なんですけど、まああのコロナがあろうが被爆しようがこの子たちもちゃんといて、クモの巣なんていうのはクモだって生きてるじゃないですか。でクモの巣にその獲物が引っかかってそれを食べるじゃないですか。だからクモの巣っていうのはクモが生きていくための道具で、そこに生き物もいて、その子たちはコロナとは多分関係ないけど放射能の影響は受けてるのかな、受けてないのかなって。写真撮りに行った時ちょうどあったかとパシャッと撮ってたのが、まあその動物っていうか生き物の象徴みたいなのでちょっと言えた、うん、大変だよね。そうそう、だって去年なんか誰もいないんだもんね、この銀座でね。銀座もそっちの東京駅の時も全然誰もいなかったけど、今みんないます。います、いっぱいいます今。今全部出てますよね、そうそう、渋谷だとか今駅のこいつらはなんて思ってるかね。犬を海外に連れていくと、日本に入れる時に狂犬病があるから、はいはい、昔は180日ぐらい空港に留め置けられたんです。これは一番下はその有名な除染土を入れたフレコンバッグのあれがいっぱいこう溜まってるんです。これ福島市の、福島県福島市県庁があるところの裁判所の前で、もう街中にこんなのがあったんですよ。今も撤去されてきれいになくなりましたけど、別になくなったんじゃなくて移動して、あの福島の別の双葉っていうところに行ってるんですけど、竹なんですけどね、行ってる。まあで上はケープタウンって、あの南アフリカ共和国のケープタウンの海岸でサーフィンやったり犬の散歩してる人がいるんだけど、あの奥に見えるのがケープタウンにある原発なんですよ。で真ん中の写真っていうのはその原発の PR センターに遠足で遊びに、これから遊びには勉強に行く小学、現地の小学生たちで、まあ安全神話教育を受けに行くっていう、原発は素晴らしいものなんだ、安全なんだよっていうのを受けに行くっていう、その遠足の途中の様子ですよね。ニコニコ食ったくなくてね、本当はね、本当に、まあ、原発事故起きないといいなと思って、早くなくなればいいのになと思って写真撮ってましたね。これからますます大変だね、もともとは私は紙にペインティングして、ある程度密度のある質のあるような、こういう光っちゃうかな、映りそうかな、なんかこういう
これは切り株の写真なんですけど、紙に自分でペイントした上に あるそのこれを写真を撮った時見た時の印象に近づくような色彩をペイントした後に写真の印画紙に塗ってある観光乳剤というものを塗って暗室作業でオリジナルの写真を焼くっていうこういう作品を作っていて、アメリカで3回ぐらい個展ができたりとかしていました。で実はやっぱりデジタル化の中でこの材料そのものがなくなっていく、できなくなってしばらくどうしようか次何しようかって思ってた時に原発事故が起きて、まあおおむね最初に作ったこのシリーズ の作品がこれになります。でこれは近所のスターバックスに犬を連れて行って日常のスナップを撮って、毎日外貨カウンターを持って歩いてたので放射線量を測って、でそれをその数値を写真に入れて重ねたら、その被爆してる放射線量っていうのが数値が抽象的なイメージでの放射能のものとして記録されていくんじゃないかっていうので、撮影したら外眼カウンターで測る、撮影したら外眼カウンターで測る、ずっとやってて、最初にじゃあどんな形で表現しようかなと思って作ったのがこの作品なんです。で始まって人に見せたりいろいろしていく中で、まあちょっといろんな場所でいろんな日常でやったらどうなるのかな、で同じ場所で2年後3年後、まあ5年後10年後っていうこともできるし、まあうっすらですけどここに入ってるこの数値が0.107 っていうマイクロシーベルトっていうのが東京でその11年あったと。で東京っていうのは原発事故以前っていうのは 0.04 ぐらいだったので、まあ、倍にはなってる。で福島のこれは福島のいわき市の廃校になった小学校なんですけど 0.204、 福島っていうのは 0.04 とか0.05 だったから約4倍にはなってるっていう、そういう4倍どこじゃないな、まあでも増えてる、まあだからそういうのがこう数値で客観的にまあ、抽象的なイメージの放射線被曝っていうのが見えるっていうので、写真の上にその写真を撮った時の数値を入れるっていうのをずっとそれからやり始めてて、で日本の福島の被曝地じゃなくてその原発を抱えている町だったり過去に核実験で被曝したことがある場所とかに海外に行って同じこともやってる。でまあケープタウンは被爆してないですけど、この上下はケープタウンなんですけど、まあケープタウンのスラムですよね、上はねバラックがあって、で下のこの台は昔黒人の奴隷が売り買いされたオークションステージなんですよ。でまあそういうの負の要素があったりする部分で同じように外貨カウンターで放射線を測ってその数値を入れるっていう、そのまあ写真が持ってる過去のいろんな歴史の記憶と、まあ放射能の可視化っていうのを、まあ、ずっとなんかここも放射能を測って絵にしたら面白いなっていうような場所は撮るようにして測って、それをまあ貯めといて、まあ、3年後4年後振り返った時にちょっと作品にしてみようかなみたいな形だったら出力してみるっていう、そういう手続きになってます。これは私の実家のすぐそばの公園の事故直後の様子で、まあ、0.24、まあ、こっちは 0.231 ですけど、外貨カウンターが設置されている公園の夕方の公園を撮ったもの。これ昔から事故直後に設置されて、あ、前はないです、事故直後に設置された。でここの数値と私が持っている外貨カウンターの数値っていうのは若干違うけど、それほど大きくは違わないわけだから、要するに私がそのカウンターを持って測ったのはだいたいこの設置されているものよりちょびっとだけ1割か2割高いだけだっていうのが分かりますよね。でこれは福島県の福島市の県庁のそばにある幼稚園の校庭なんですよ。要するに公園で遊べなかったんですね、子供が外に出れなかった。だからパンダがいる公園に外貨カウンターがあって子供は誰もいないっていう、その様子を撮ったと思います。ここはちょっと高くて 0.3 台ぐらいになってるっていう、まあそういう頃もあったよ。今は 0.15 ぐらいまで、半分ぐらいまで下がってると思うんですけど、これはまあ福島の現地の初期、私が
福島の日常を撮ろうと思って行ってた頃の、まあ、自分が見てちょっと、うん、ずっと見ていただきたいなと思ってる写真ですよね。だからフレゴンバッグがいっぱい並んでるとか、あの原発が見えてどうのこうのじゃなくて、被爆、停戦量被爆しちゃった日常があって、そこがどうなってるかっていうのがとっても、まあ、興味があるというか、これからもここでは生きていかなきゃいけないっていう、そういう印象があるので、そこを撮っている。猫はね、猫はこんな感じ、顔でかくんって言うんだけど、彼じゃないのがちょっと、そうね、こんな感じ。だからそこのうちの亡くなった猫も作るし、あとこういう、これ東海汽船の船に乗ってんだけど、こういうのとか、これキャッツアイですね、あのアンリさん、キャッツアイね。これはあれですね、普通の猫ですね。これ金魚になりたかった猫、これスイカになりたかった猫、これ仏像シリーズで仏像、猫を仏像にしてるんだけど、これはね、織田信長、織田信長、これは珍しく獅子ですね、これ普通に獅子です。まあ、企画をもらうと何でも、これがあのクリスマスのデコレーションのケーキちゃんたちですね。まあ自分も花子さんっていう人の肖像も作りますし、私はほらアマビエも作って、まあ笑って免疫力アップみたいな感じです。だからこういうニュークスって書いてある猫がいて、あれは福島の時にもうすごい作りたくてバッと作ったんですよ、うん、で今だかつってこれで3回か4回目ぐらいですから、ね、なかなかそのあれを出させてくれるところが少なくて、で今回はいいでしょ、いいよねって言って機器として持っていったっていう、うん、ギャラリー夢の、ゆめさんじゃなくて、久保須賀子様でございます。久保さんはあの具体のコレクションをされているコレクターさんなんですよね。まあ、そうかもしれない。さっき違うって言ってたまあすごい美術が好きなあのオーナーさんなので、あのなんだろう、もう30年もここがあの耳鼻科だった頃から、ずっとギャラリーをやってらして、でその後あの私の使っていた小さなギャラリーも開設して、で今はもうここも両方でやるようになって、もう10年ですね、お付き合い、長いお付き合いですね。ありがとうございます。じゃあ、今回私初めて江差さんに声かけていただいて初めてなんですけど、はい、いかがでしょうか、今回の2人の金太郎展さっき何て言ったか忘れて、あのフリースペースというか、うん、あの私はあの作家さんに全てあの好きなように使ってくださいっていうコンセプトであの続けておりますので、まあ、 あの出来上がりが嬉しいなとは思ってます。でも、まあ誰でもいいってわけじゃないですよ、ね、そう、うん、誰でもいいんじゃなくて、あの最初にちゃんと選んでるとは思ってますけれども、うん、私なんかはだからこの福島で原発反対の運動をしてて、まあそういう記事も書いてて、だから脱原発の趣旨みたいのが見えるものはちょっと勘弁してって言われることも結構あって、やれない場所もあるんですよ。ちょっとドキドキしてました。あ、そうですかあの黄色い猫だってなかなか出させてくれるところが、私はそういう活動を特にしてるわけじゃないけど、やっぱりその日常にそういうニュースとか、うん、まあ、起こったことを見ればやっぱり作り手としては何かこうね、うん、表現したいって思うものの一つだなと思ってるんですよね。でもなかなかやらせてくれないので、今回は連れてくる、うちの棚から埃をはたいて連れてくることができました。ありがとうございます。金太郎の三男、五番目の子です。ちょうど見に来てくれました。坊ちゃんです。金太郎と梅の五番目の子で、よし、坊ちゃん、よし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 。金太郎はちょうど坊ちゃんぐらいの大きさだったんです。これが、まあ、生馬戦士ですね